それではですね、最後のショーケース、3つ目のショーケースに行きたいと思いますね。まず、こちらの方のショーケースなんですけども、すべてエヴァっていうわけじゃなくて、まあ、ゾイドであったり、ガンダムであったりとかね、いろいろ入っている中で、エヴァがありますよ、という風になっております。まず、上の方から行きましょうかね。見てください、皆さん。マックスファクトリーさんの、マリさんとアスカですよ。もう僕もね、これ以前動画の方で紹介してるんですけど、サイズの方もね、6分の1スケールとなってて、結構ね、ボリュームもあるんですよ。なんで、この 41,800 円、今すごい値段高くなってます。以前だったらね、これ2万円。この、ジェムシリーズの、カオルくん見てください。今だとやっぱね、この翼がついているカオルくんっていうのがね、皆さんよくお目にすると思うんですけど、これ、いいですよね。これめちゃめちゃできるんですよ。僕もね、これ、いいなと思うんですけど、まあ、カオルくん、僕、カオルくんも知らないんで、これ、僕、持ってないんですけど、すごくこれはね、僕、いいと思います。出来もめちゃめちゃいいんで、ぜひともね、8580円と、まあ、どちらかというと、お買い得な値段になっていますんで、もうね、僕が正直ね、ちょっと麻痺してるところもありますよ。こんだけ値段が高いものたくさんありますんで、海洋堂さんの綾波で、ロンギネスと思っているこの綾波なんですけど、これね、出来の方はね、もちろん今の綾波に比べると少し微妙なところもあるんですけど、やっぱね、この時代の、この海洋堂さんの綾波って、しかもこれ、昔のなんでコールドキャスト製なんですよ。やっぱ壊れやすくて、しかも、しっかりとね、この状態で残っているっていう、そして値段の方が7480円っていうのが、いいなって思いますね。しかも箱もちゃんとありますからね。あと皆さん見てほしいのが、台座ですよね。これがやっぱ昔の海洋さんのあのお仕事ですよね。すごいこだわりがあっていいなっていうふうに思いますよね。なかなかお目にかかれない作品だと僕は思います。この武器屋さんのね、ゴセロリアスカ。これも何ですか再販してるんですけど、これおそらく一番初めのやつだと思いますね。1580円となっておりますね。これはね、グレンガーの陽子になるんですけど、まあこれもガイナックスつながりですからね。まあ置いてあっても全然問題ないと僕は思いますね。はい。そして、また僕がね、すごく気になるのはこれですよ。見てください、これ。なかなかこれもお目にかかれないですよ。このアスカとアイナミなんですけど、これもね、僕欲しいなと思いますね。値段の方が 19,800 円となっております。めちゃくちゃ可愛くて、少しね、こう、ちょっと癖のあるこのね、造形になってるんですけど、この状況で残っていることっていうことがね、本当に奇跡だなっていうふうに思いますね。アイナミだったりとか、ミサトさんありますね。いや、これも本当にすっげえ珍しいっすよ、本当に。もういろいろと珍しいもたくさんありますからね、この奥に入っちゃってますから。これとかなんて皆さん見たことありますか？もう本当にすごいと思います。もうほとんどの作品が、今ってやっぱここも違うじゃないですか。すべてほとんどがこのガイナックスのシールになってますからね、もう本当に当時物っていうのがたくさんありますね。皆さん、記憶に新しいラジオエヴァさん10周年アニバーサリーのアスカと、あやなみって形になってますね。あとはこの海洋堂さんの真心を君に3種類セットですよ。もう、量産競馬が2つついて、さらにこの真心の2号機。これすごいバランスがいいですよね。本当にまさに新世紀の2号機だなっていう感じのがついてきて、まあ26,700円。ちょっと値段高いなと思いますけどもね。セットですからね。いや、すげえな、これ本当に。あとはまたこの包帯バージョンのあやなみのリアクションヒーローズであったり、この CCP の初号機であったりっていう感じになりますよね。あと、これもすごく珍しいですよね。いやー、いいですよね、これ。15,700円ですもんね。これは僕も欲しいなって思いますよね。今までね、ほんといろんなショーケースとか、たくさん見ていただいたんですけども、どうですか、皆さん。もうね、見たことがないと思います。ここまでのリサイクルショップさんって、エヴァが置いてあるリサイクルショップさんって、なかなかないと思うんですよ。僕も冒頭でずっと言ってますけども。なんでね、皆さん、もしもね、その、名古屋の方に来る用事があったりとか、近所の方、またね、愛知県に住んでいる方は、ぜひとも、買取王国、港店さんの方に遊びに来て、この、エヴァの充実した、この、フィギュアの量を、自分でね、こう、直に体感してほしいなって思いますね。またね、僕もたくさんこれから買い物していこうと思いますんで、どん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 これの動画の方、あれでね、なくなっていくかもしれませんけども、ぜひとも皆さん欲しいものがあったら、早めに買いに来てほしいと思いますね。はい。まあ、そんな感じで、今回の動画は、買取王国港店さんの方で、久々に僕一人で雑誌の方をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。もう僕もね、もうちょっと興奮しちゃって、なかなか喋れてないと思うんですよ。もうそれぐらいこう、ね、レアなものがバン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 出てくるんで、もう僕の動画だけではね、全くお伝えできてないと思いますんで、何回も言います。海洋堂港店さんの方に遊びに来て、皆さん自分の目でね、こう見て実感してほしいと思いますね。
海斗王国港店さんの方でなんとですね今ポケモンカードとかすごい流行ってるじゃないですか。なんでこの海斗王国さんの港店さんの中にこの、ね、ポケモンというかねこのカードのコーナーっていうのがねできてしまったんですよね。すごいことになってますので、まあ、こちらの方もね皆さんに一回紹介したいと思いますね。やっぱり今流行といえばこの辺ですよね。ポケモンカードたくさんありますよね。はい、そしてですねこちらドラゴンボールヒーローズのカードであったりとかもうまさに今もうカードバブルといっても過言ではないですからね。そしてねサナダッチさんがすごくね今カードに、すごくハマっていまして、サナダッチさんも、海斗王国港店さんのこのカードエリアですかね、そちらの方をしっかり取ってこいというふうに僕も言われていますんでしっかりと行きたいと思いますね。そして裏の方に行くとずらーっとね遊戯王であったりとかこのポケモンカードっていうのはすっごく並んでますね。もうね正直ね僕が見てもねもう何だか分かんないです。僕もカードは本当に詳しくないんで何でも言えないんですけど、おそらくねもうカードを集めてる方とかカードが好きな方っていうのはおそらくここだけでも半日時間が潰せるぐらいの種類豊富になっておりますね。いやすごいですよね、本当にすごい。でもこんだけやっぱあるとめちゃめちゃ綺麗ですよね。またねこういうカウンターとかでもしっかりとありますんで、またね、買取王国さんなんですけど、まあ、買取王国さんじゃない感じのコーナーも一角になっている感じですね。そしてもう一つ最後に、じゃあこの買取王国さんにどういった効果が高いカードがあるんだっていうところも、しっかりこのリトルの中に入っておりますんで、見たいと思いますね。もう僕は正直わかんないです。ポケモンで言うんだったらこう4万円であったりとか5万円、まだね、ずっとあるんですけど、これ見てください、これ。遊戯王のカードなんですけど、僕正直これ見た時目玉飛び出しましたよ。これ15万ですからね。これさっきのもリアルアクションヒーローズのジャージのアスカ13万なんで、それよりも高いっていうねこのカード、多分ね知ってる方だったらあ、まあこんなもんだよね伊藤さんって言うと思うんですけど、僕は正直全然わかんないです。もうこの星の多さっていうのがね多いなっていうぐらいしかわかんないんであれなんですけどね。あとは下の方行ってもいろんなカードがありますね。すごいですね。まあ、こういうのもあるんですね。こういう風になってるんですね中って。すごいなこれ。カード類の収納するものがあったりとか、まあ、いろいろと売っておりますんで、もしもねこの海斗王国さんに遊びに来た時にエヴァのフィギュアを見たりとか、もちろんワンピースドラゴンボールのフィギュアもたくさんあります、まあ、そういったところを見るついでにまたこれカードの方も遊びにねこうちらっと見るのもいいのかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、僕もこれからちょっとカードの方を少し勉強しようかなと思います。はい、それではね一通りブラショの方が終わったんで僕の買い物タイムに入りたいと思いますね。まずちょっとこちらの方開けていただいてもいいですか。いやー買っちゃいますよ。もう僕もやっぱり、ね、こんだけねエヴァのねレアなフィギュアがたくさんあるともう買いたくなりますよね。あ、いいですか、すいません。じゃあまずこちらを買いますですね。買います。あとこちらも買いますね。買います。この2つ買います。買います。それでは買いたいと思いますね。お願いしますいやーこれ買っちゃいますね本当に。大丈夫ですかね、これやばいっすよ。会計17万3800円。はい、わかりました。会計17万3800円。はい、わかりました。カードでお願いします。はい、買います。